こんにちは、コーチングアーツです。さあ、開示シリーズ、ね、技にまつわる周辺の漢字全部解体しますぜという、2枚目です。はい、技に入ります。技にまつわる漢字がですね、実は6つあるんですね。そのまず2ついきましょう。初っ端は絶対これですよね、うん、技といえばまずこれは日本の常用漢字で覚える技でございます。なんとなくこれはね、象形文字らしいなと思わせる形なんですけど、これは左側の底辺とこの支えるという V に分かります。 V 分かりますね。当然底辺ですから、これはこのまま見たまんま手だなということなんですけど、この右側、支えるという字、これ枝でも使われるように、下手な絵描きました。これね、支えるという字を実際どういう状況からこの継承形を抜いたかというと、細い枝、木の枝ね、それを手で持っている姿、手で持っている細い枝のようなものを手で持っている姿、これを模したのが死ということでございます。いわゆる、ゆえに、じゃあ技という字は、底辺に、ね、底辺があって、そして手で細い枝を持っている、こんなシーンのことが技なんですね。こんなシーンのことが技、言い方変えると、細い枝のような細かい手細工、はい、そこで表現されるもの、動作、動きみたいなことを技と言ったわけです。ただ言えますことは、いわゆる細かい、非常に細かい手先器用な世界のお話がこの技なんですね、うん、これは納得合点っていうところですよね。納得合点ですよね、技という。これね、以降でまとめてお話しするところなんですけども、せっかく出てきて、もう言いたい気が満々だから喋っちゃうんですけど、このね、コツ感技にまつわってどこが出てくるかっていうと、やっぱり V がほとんど手に始まる手に終わる、ああ言っちゃったすっきりした、手に始まる手に終わるんですよ。これがなんだろうってね、人間における手なんていうのは膨大なこう世界ですけど、手の能力がどれほどそうね、我々の全身と思いきや、いわゆる技といわれる世界も手が主役として媒介してるかってことが、もう痛いほどね、漢字から出てくるわけですよ。うわー、うん、わかりますでしょ。だから僕からすると、身体能力開発、ね、技の学習、ね、スポーツスキルの向上なんて言うんだったら、手の世界をなぜ開かないかって僕は思いますね、うん、もちろんやりますよ、これからこうもちろん考えてますけど、体幹と言い続けて15年みたいなね、そろそろ次の世界観に業界も開いていきたいじゃないですかという時に、やっぱり手が出てくる、これがまたね面白いんですけど、だから運動学なんか見ながら、また横道それてこうやって字の分解なんかすると、やっぱりね、やっぱ人間と手っていうところに帰らざるを得ないことですよね。2つ目いきます、ね、技芸と言いますね。技芸、これ芸という字、これもね改めて面白いんですけど、芸ってこう書くじゃないですか、うん、わざとこう書くところもありますよね。これだから略字ということです。この通常の通用常用漢字はね、元来この芸だし、下の言うと十字を取った、これもまあ同じような類、全て同じことを言う漢字ですね。これ芸、この肝、芸という字の肝は実はここ、この部分、言ったらここですよね、草冠とこの左の部分、ここをここで展開したわけでございます。そうすると上が草、おお、なんか草に関係あるのね。 あと下の3つ、何なのっていうと、これね、上の土はどうやらね、植物を表すらしいんですよ。で、真ん中の葉、葉じゃないですか、この字、これはね、それに手を添えてるシーン、そして下はそれを受ける土、で土の上に手を、で植物を持った手が、ね、土の上にこうなんか植えているシーン、
これらしいんですよ。はあってことですよ。ゲーって意外でしょ。それをもって国語辞書っぽく意味を変換させてもらうと、植えるとか手を加えて栽培するということがこのゲーの含義だそうです。えっと思いますよね。うっと50歳にしてまた学んだ、学んじゃったみたいなことなんですけどね。でもそう考えるとよく言うじゃないですか、園芸農業って言いますよね。こうお花作って売るみたいな、うん、園芸って芸って使われるでしょ。なんで、なるほどね、物を植えるっていうことなんだ、へえってことですよ。でもこれではね、え、コツ技もどうなの、これが技とした時にはどういう解釈になるのかっていうと、ははーっと納得なんですけど、こう書きました。自然の素材に手を加えて、自然の素材に手を加えて形よく仕上げることを芸というそうでございます。なるほどねと、うん、だから芸っていうのは、まあ、自然の素材って我々、まあ、人体もそうじゃないですか、これ自然の賜物ですね。それがある自然じゃないものに、自然の素材に人工的に手を加えて何がしか仕上げていく、それが芸の世界。なるほどね、芸に生きるってことは自然体に何か手を加えて、ね、自然界にはないもの、やっぱり人間の文化らしい特異的な表象行為動作を、まあこれもだから技なんだよね、を体に乗せていくことらしいんですね。なるほどねと納得ばかりですよ。芸、もともと植物を植えるということから生まれていた。意外ですよね、うん、これでもう忘れない、私も忘れない、うん、技、ね、よく技芸って言いますけど、ね、手先細やかな作業、それを自然に対して手を加えて、成形していくこと、うん、それを技芸というわけでございます、ね、これもやっぱり手でしょ、ね、ほら手なんですよ、人間のこの自然に対する能力の象徴は。面白い、うん、これで2つ、ね、あと4つもありますからね、2つずつ丁寧に説明しますから、ちょっと待ってください。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。